よし。じゃあ、ここから、ACPR をやっていきます。あ、センキュー、ありがとう。パープルストーン。ノーノーノー、ノーパンティー、ノーパンティー。パンティーゲームは、また明日です。パンティーゲームは明日です。オッケー。ああ、しょうがないな。ちょっとしたらトイレ行きますね。
青。いいえ、アバ。ノーアバ、ノーアバ。あれ PPP ができない。よし、うん。
イルカさん、イルカさん、エルデビストイズファン。Yes, yes.やめてくれ。俺の勝ちじゃねえか今の。やめろ、アーバー。イエスイエスイエス。よし、じゃあちょっとストップ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 
Bomber. アクセル爆撃機。戻りました。ジャンプ K、ジャンプ S がアバのコンボでうまく接続されていること、およびジャンプ K、ジャンプ D が悪いハートボックスのためにドロップされることがよくある。アバは死なねアバは死ななければなりません。皆さん、アバが嫌いですよね。イエスイエス。ピー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 。オヒロー VS クエンゴット。トルプラスガイ。ボルカニックバイパーボルカニックバイパー。グリーンヒット、ボルカニックバイパー。ノノ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 ノ、間違ってる。ノノノ、間違えてる。ノノノ。アバは、かわいい。だけど、ノノノノ。
イエスイエス7 アバーベリーキュートベリーキュートだけどナイス。アバ断罪。アバ断罪。私が断罪したいです。ドリドリドリ。イエスイエス。ロボメイ。ベリーキュート。You think ABBA top tier? どういう意味だ？翻訳しますね。No.
グリードセイバー。グリードセイバー。ファーストファニーズ。ファーストかわいい。どうかわいくない。本当にな、もうテスタメントがとても対戦したくないプレイヤーが多すぎて。200ピン？ Yes。ダッシュが出ない。重たい重たい。ミリア。Heaven or hell? Duel. Let's rock.
重たいわ重たいわ、ちょっといいよ、やめてくれよ。ものすごい重たいんですよね。ジャンプ系ばっか、ジャンプ系ばっかだけど。長い。長い。
ミディアのコンボが、ミディアのターンが長すぎます。あと、やってて面白くない。うん、しようかないな。クリフおじいちゃん。
うん。とてもいい感じです。Yes, yes, yes. なんか対戦すれば来るほど対策が対応されてきてね、きつそうです。
ほい、ほい。マスターオブパペット。よしよしよし、よしよしよし、うんうん、あなたは防御スタイルでプレイしていて、敵の動きやミスを待ってそれをコンボに確認することがよくあります。イエス、ナイス、アルフ。よくわかっていますね。全然なんか後ろが動かない。
ありがとうございます。何でしょうか。 OK です。後で見ときますね。Steam のフレンド申請も完全に放置してるの。なんか、ディスコードも放置してるし。よしよし。何でしょう。何のゲームでしょう。フォローありがとうございます。Thank you. フォロー Thank you.
あ、こんにちは。ももちゃん。あ、はじめまして。バンジョー。届いてからのお楽しみ。なんでしょう。私がまた頭を抱えながらやるゲームかもしれないです。私は防御的なゲームスタイルと攻撃的な攻撃的なゲームスタイルを組み合わせようとしています。私にはもっとキリスト忍耐が必要です。私はあなたと対戦したテスタの対戦アイデアを学びました。ありがとうって書かれて、よし、今何人ぐらいフォロワーになったの？
完全にね、もう対応されているから、きついだろうな。結局、置き攻めのダストだけ見えないんで、そこから以外のね、ダメージ源があまりないんで、ちょっと厳しいだろうなぁと思います。よしよしよし。クリーフ、いじめないでください。ただの老人でございます。私は老人を介護しています。よしよしよし。おじいちゃん、遊びましょう。
とあのスチームの画面開きましょうか。ウェイティング、ウェイティング、 OK、 ストップストップ、チームを開きますね。なんだろう、私ができるゲームかな。フレンド申請ってどこだ。19件招待があります。かなり招待をスルーしてます。これ承認した方がいいんかな。よく分かってないんですよね、このスチームの招待。招待保留中、9人もいます。ごめんなさいね。なんかよく分かってないんで、保留にしてます。OK。申請しましたよ。これでどこに表示されるんだ？ライブラリーかな？どっか表示されるんかな？なんか意外とね、結構ゲーム持ってるんですけど。いや。はい。やりました。よいしょ。本能さん、今そちらは何時ぐらいですか？What time is it now? ティ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 。
うん。ポイズンダメージ。
Yet. Okay. One chance. あ、タイマニーさん、フォローありがとうございます。よろしくお願いします。低空ダッシュ、はい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 、覚えてますよ。できましたか？ちょっとはマシになりました？あ、もったいないね。そうですよね、ストライブはね、あのダッシュボタンがあるから。でもダッシュボタン使うと他のゲームができなくなりますよ。
あ、でもマシになったんで良かったですね。それはとても良かった。ブレイブルーか。ブレイブルーもまたちょっと低空ダッシュの感じが違ってそうですね。なのでレバーでもしっかりできる人になろうと思いました。お、ものすごい名言が出ましたね。もう皆さんに言ってあげてください。甘えたボタンを押すなって言って。だってストライブやってる人に聞くと、あのダッシュボタンがもうなくなったら他のゲームできないって言ってたから。いや、そうやったら最初からダッシュボタン使わない方がいいじゃん。両方ね、できる人はいいっすよ。ダッシュボタン使っても、他の格ゲーできる人は。ダッシュボタンないと、できないっていう人は、ちょっと、もったいないなって思います。私は逆にドライブをやってみて、ダッシュボタンが違和感がありすぎて、使わないようにしてます。多分ダッシュボタン使った方が、ドライブのシステム的には、とても対戦しやすいんだろうと思うんですけど。そこまでね、ストライブをまだやり込んでない自分とからしたら、使わなくていいかなと思います。あ、もう多分全然違いますよ。ブレイブルーやってたらなおさらね、多分できると思います。ドライブしかやってなかったら多分できないですね。イグゼクス無印。イグゼクスとかできるなら、このゲームもできるはずなんで。ギルティギアのこのシリーズがね、できとけば大体の格ゲーはできると思います。空中投げとかもあるし、低空ダッシュもあるし、
レイブルーのダウン受け身が本当にやばくて頭に入らない。なんか違うんですか、ブレイブルーの受け身って。空中受け身は手動、はいはいはい、わかるんですけど、ダウンも受け身手動なのは。すごい違和感あります。あ、ダウンしてから前受け身か後ろ受け身かってことかな。パゲーの癖で寝っぱなしになって、あ、なるほど。わかります、わかります。多分僕もそうなります。あれ？あと15分ぐらいで終わりますね。3時間。
すごい当たり方したんやけど。ジャンプハイスラが逆側から来たね。すごい当たり方したね。あ、フォローありがとうございます。ボベフォーラス読めない ACCURACサンキュー、よろしくお願いします。例えば明日、ファンタスティックビーストありますね。テレビで。編集見てね、ものすごい面白かったんで。見たいなーって。とても相手はきつそうですね。キャラ性的にね、このテスタメントというキャラの方がとても良いので、相手側はとても大変そうです。2敗打ったらダメだな。カウンター取られるな。カウンターじゃないな。
やった、当たってくれた。フラッシュバック。この ACPR というのは、ガード中に S ボタンとハイスラーボタンを押すと、さっきのように体が金色になってフラッシュバックって技を出せます。これをすることによってガードの隙がほぼなくなり、相手を殴ったりできます。サードのブロッキングとかと一緒ですね。あんな感じです。よし、あと5分ですね。あと2回ぐらいかな。
これが最後ですね、この試合が。すいません、こんな遅くまで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。サンキュー。よし、終わりましょうか。よしよしよしよ。今日はね、フォローしてくれた方々ありがとうございました。どうしようかな。ちょっとレイドしたいと思います。フォローしてくれてる人をね、何のゲームやってるか今ちょっと確認中です。2時間半か。あ、 ACPR やってて、よかったよかった。ちょっとね、フォロワーさんのとこに送りますね。ACPR、引き続き、楽しみください。レイドと。
はい。いや、皆さんよければいってらっしゃい。今日はありがとうございました。明日ですね、適当な時間にやりますんで、よろしくお願いします。あとなんかあるかな？お知らせ。あ、土曜日。今週の土曜日ですね。スチームの ACPR の大会があります。日本とアメリカのトーナメントですね。一応マッチェリーノっていう賞金のシステムが多分あると思うんで、それで何かしらちょっとお金出るかもね。もしよかったら、エントリーして、参加してみてください。エントリーはね、私のツイッターの方とか見てもらえたら、書いてるんで。よし。いや、ありがとうございました。お疲れ様でーす。Like, they really just went buck wild when they were making this game. Thanks for the raid, Keisuke.